はい、レンドルババです。はい、今日はですね、久しぶりに車のメンテナンスをしたいと思います。っていうのはですね、最近雨が非常に多くてですね、先日車を乗った時にね、ワイパーを動かしている時にすごく油膜の存在に気がつきました。っていうのもですね、この車一度もですね、ガラスのコーティング剤っていうのをやったことがございません。で、納車の時にね、ボディーコーティングですね、そちらの方をやった時に、そのボディーコーティングね、ガラスの方にも使えるのでそのまましてたんですけども、まあ、ちょうど納車されてから半年間ね、コーティング1回しかしてないということで、ボディのコーティングはまだ残ってるんですけども、どうしてもガラスの方ですねっていうのがコーティングが弱くなってきましたんで、今回ですね、油膜取りと撥水剤を塗りたいと思います。で、商品に関してはですね、私以前から使っているものがあります。こういったものですね、ガラスのコンパウンドがありますので、これでね、ガラスの方を一回研磨して、で、今回ね、市販されているやつですね、普通にオートバックスとかで売ってる安いやつですね、こちらがずっとありますので、こちらを使っていきたいと思います。ではまずですね、ガラスをきれいにして、ね、研磨剤をしてから、こちら撥水剤を塗っていきたいと思います。はい、ではですね、簡単にちょっと水洗いしてね、汚れを落としていきます。はい、今ですね、簡単に水洗いだけしたんですけども、この時点でもうすでにですね、このワイパーがかかる部分とかかってない部分の境目、はっきり分かると思います。これですね、で、明らかにね、ワイパーかかる部分は完全にもう撥水というか、全く水はじきがないので、この境目ですね、っていうのはもうほとんど油膜がついてしまっているので、これをね、今から研磨していきたいと思います。はい、ではですね、ガラスのコンパウンドをやっていくんですけども、こういった商品にはですね、こういったスポンジというか擦るやつがついてますので、これに、塗りつけて、あとはね、ガラスをね、縦と横ときれいに擦っていきたいと思います。はい、私の場合はですね、だいたい半分やったらですね、縦やったら今度横ですね、横にやって均等に研磨かかるようにやっていきます。で、ちょっとね、カメラ越しには分かりにくいとは思うんですけども、明らかにね、ワイパーかかってるところとかかってないところの差がなくなっていきます。で、あとね、塗料がね、塗料につかないようにだけ注意してください。やっぱりコンパウンドなんで、研磨剤なんでね、ボディについちゃうと、まあ、特に黒なんか傷とか目立ってしまいますんで、そこだけ注意してください。はい、これでね、半面完了しましたんで、残り半分やっていきたいと思います。はい、それではですね、運転席側ね、やっていきたいと思います。まずはね、縦方向からいきます。こう研磨してるとですね、重くなるところが必ずありますので、重くなるところはね、ちょっとゴシゴシ磨いてやればすぐに軽くなりますので、軽くなったら油膜が取れたサインかなとは思ってるんですけど、まあ、地味な作業ですけどね。この下地処理をすることによって、撥水剤のノリと持ちが全然変わってきますんで、これはね、撥水が悪くなってきたなとか思われた方に関しては、まず研磨することをお勧めします。で、このままね、で、これで終わってしまうと余計ね、夜間見にくくなりますので、研磨したら必ず撥水剤を塗ってください。まあ、この車ね、フロントガラスに関してはコーティングを直接したことがないので、多分効果はね、明らかに出ると思います。はい、ではね、今度縦やったんで、今度横ね、やっていきます。はい、これでね、一応全面研磨終わりました。この後ですね、水で流したいと思います。はい、あと研磨終わったらね、こういう風に水流していただければ、簡単に流れますので流してください。
はい、研磨終わった後なんですけども、先ほどと違ってですね、このワイパーの当たってるところ、当たってないところの境目が分からなくなりました。前面にね、全く水が弾いてない状態になってますので、これをね、拭き取って乾燥させてから撥水剤の方ね、塗っていきたいと思います。はい、ではですね、ガラスの方を乾燥しましたんで、撥水剤塗っていきたいと思うんですけども、こちらですね、最初皆さんに紹介したいんですけど、これ空っぽでした。はい、でね、予備でね、私もう一個使ってるんですけども、まあ、あの皆さんご存知のレイン X ですね、もう定番な撥水剤なんですけども、レイン X、 これがね残ってますので、これを塗っていきたいと思います。ね、だいたい今の商品でだいたいね、中これ蓋開けていただくと、このスポンジがついてますので、特にその布につけて塗ったりっていうことなく、このままね、直接ガラスに塗っていけば勝手にね液剤が出てきますので、このまままんべんなくね、研磨と同じように縦塗ったら今度横塗ってっていう感じで、ムラなく塗っていきたいと思います。はい、ではね塗っていきたいと思います。これはね普通に握ってもらって端から順番にやっていけば、まあ、昔はね、よく梅雨の前ですね、梅雨の前によく研磨かけて撥水剤かけてたんですけど、今回に関してはこの車初のね、ガラスコーティングということで、まあ、今までね、ボディガラスのコーティング剤を使ってましたんで、まあ、結構効果が期待できるんじゃないかなと思ってます。はい、ではね、こちら撥水剤ね、塗り終わったんで、しばらくね5分から10分乾燥してくださいっていうことが書いてますので、しばらく放置しておきます。で、乾燥終わったらですね、今度濡れたタオルで拭き取ってくださいっていうことなんで、しばらくね放置してから濡れたタオルで拭き取って完了という感じになります。で、先ほどですね、研磨し終わった後の映像ですね、水の流れ方見てもらったと思うんですけども、今度はねこれを塗った状態での室内からの映像を見てみたいと思います。はい、ではね、濡れたタオルで拭いていきます。はい、ではね、拭き取りましたんで水をかけてみたいと思います。はい、ではこちらですね、撥水剤を塗った後のね、ガラスの状況になります。最初のね、状態と全く違うのがよくわかると思います。大体がね、水玉になっているので、これがね、風圧によって飛んでいくという原理ですね。で、まあ、今回ですね、すごく安いものですね、500円600円で売っているものなんで、これね、今流行りのスパシャンとかですね、ああいったものを使うことによってもっとね、撥水効果が良くなったり持続がね、長くなったりしますので、これはね、値段に応じたものを使っていただければそれ相当の価値は得られますので、予算に応じて使い分けてください。はい、ということでですね、今回30系アルファードになって初めて私がね、車のメンテナンスですね、まあ、ボディケアなんですけども、そちらの動画をお伝えしました。まあ、今回のきっかけは本当に最近ずっと雨が多くてですね、まあ、あんま車乗らないんですけど、久しぶりに乗った時にね、雨の日にそのワイパーの後ですね、ワイパーかかった後が全くその水はじきがないなって感じましたんで、で、ワイパーかかってるところとかかってないところの差っていうのがはっきり出てくる、イコール油膜がついてるっていうことなんで、今回ねこちらのガラスコンパウンドっていうのを使ってね、油膜を除去しました。で、油膜を除去そしたらそのままっていうのは逆にまずいので、しっかりねこういった撥水剤ですね、もう安くても全然構いませんので、こういった撥水剤を塗っておいてください。で、撥水剤に関しては値段に比例して効果がね持続すると思っていただければいいと思います。で、これは市販のね、本当にオートバックスで売ってる、まあ、一応ねスーパーレイン X の中では一番時期ですね、半年、確か半年持つやつなんですけども、まあ、半分で見てもらったら十分かなと思います。だいたい半年持つとか1年持つってやつで、そのぐらい持った試しがありませんので、だいたい半分で考えてますので、まあ、半年持続効果ありって書いてたらですね、3ヶ月ぐらい持てばいいかなと思っていただければいいかなと思います。はい、今回の動画ですね、参考となったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
はい、当チャンネルはですね、メンバーシップ制度導入しております。メンバーになるとメンバー限定の動画、メンバー限定のライブですね、こちらの配信をしております。また LINE グループへのご招待もしておりますので、メンバーシップ登録していただいて LINE グループに入っていただくと、もう車のことをどんどんね質問していただければすぐに回答いたしますので、ぜひ車いじり初心者の方ですね、メンバーシップ登録よろしくお願いいたします。また動画配信、ライブ配信の際には Twitter を通じて皆さんに告知しておりますので、 Twitter アカウントをお持ちの方、ぜひね私のフォローよろしくお願いいたします。はい、こちらの動画はですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。雨に気をつけてください。